はい、はい、はいよ、ポンちゃん。ポンちゃん早起きだね。はい、今日は午後は雨だってよ。明日まで雨降るっていうから、明日お出かけ仕事なんですよ、ポンちゃん。カッパ着て自転車で行くかどうしよう、まあ、考えています。ポンちゃん、ポンちゃん正直怖がらないね。怖がらないのはいいけど、ポンちゃんが座ってるとこだけ掃除ができません。弱めにしてポンちゃん吸っちゃうか。はい、はい、ポンちゃん。これで毛が取れたら気持ちいいね。弱めだったら大丈夫？ごめん、これはちょっと強い。最弱にしてるんだけど。
まあいいや、掃除しない。撫でてってことですか？はい。ずいぶん長いこと寝てたんだね。はい。今日は、今雨が降り始めたのでね、隣の荷物部屋で寝ているポンちゃんもそんなに暑くはなかったようですね。快適だった？ポンちゃん。ポンちゃん。はい。よいしょ。ジャン君はここでぐっすり寝ています。ジャン君。ポンちゃん、なんか頭に乗せられてるよ。かわいいです。ポンちゃん、ポンちゃんかわいいです。ポンちゃん、うつむいちゃうとどこが目だかわからない。ポンちゃんかわいいよ、お似合い。ポンちゃん、ポンちゃん、ポンちゃんめっちゃお似合いよ。リボンつけちゃってかわいい、ポンちゃん。そしてビニール舐めちゃって。ポンちゃんはビニールを舐めるのが大好きなのでございましょう。ということで、はい、またいただきもの到着いたしました。ドーン。ビヨヨヨヨ、メロン、メロン、すげーメロン。うちでは買わないメロン。はい、買わない、買えない。シワ寄ってますよ、シワ。すごい、ありがとう、ありがとうございます。またみんなで食べさせていただきます、うん、お日様エナジー片身レッド。なるほど。はい。そして
千葉の目、ね、恒例になりました、ご当地サイダー、これは甘酒コーラ、甘酒、甘酒コーラ、へえ、珍しい。そしてここに到着しているのは広島レモンサイダー。美味しそうだね、広島レモンサイダー、なんかかわいい。ブラックコーヒー、コーヒー、違う、ブラ、違う、ブラック近すぎて見えないの、カン、キャン、コーラ、まあコーラなんですね、きっと黒いコーラということでしょう。さらに赤富士、赤富士サイダー、これそれぞれどこのなのかが、レモンは広島、甘酒はポンちゃん、静岡だね。そして赤富士は山梨とかになるのかな、静岡が山梨だろうね。ポンちゃん、これは山梨。そしてグリーンマーシュ読めてない、これもこれ沖縄県って書いてあるよ。おお、こっちね、ブラック販売し、販売元コーラが沖縄だそうです。同じでしょ、ほらこれはデザインが一緒だから同じだと思うよ。あ、グリーンマルス、グリーンと、あー、ブラック、ね、ブラックってこと。これも沖縄かどうか読んどいて、ちょっと細かくて沖縄県って書いてあるよ。はいはい、ありがとうございます。こうやってラインナップが揃いました。とそしてこれです、今話題のエコバッグ。7月1日過ぎたからね、はい、クロケンもエコバッグを持ち歩くようにします、うん、何かの時にね、ちょっとフラッと、うん、コンビニに入った時に5円必要ですって多分言われるもんねということで、どうもありがとうございました。ありがとうございました。そしてポンちゃんは包まれていたプチプチをベッドに必ずします。これ一緒には映りにくい、はい、よかったね、ポンちゃん大好きなプチプチベッドできてね。そしてちゃんくんは遠目に眺めているのでございました。どうもありがとう。